全部受けて立つ。よし、痛いの痛いのよおー、マジマト。これトリッキーやからさ、どうしよう。逆ラッシュラッシュ、でもまだ開いてないから、ね、いろいろ。いや、刀がさ、そうガードできないからさ、今そうですね。な、ポール持っちゃったポール持っちゃったポール弱いからな。弱い。うん、なんかこう、重いもの、重いもの。オッケー、ふぅ、結構いや、硬い硬い、マジマさん。おわー、はーはー、イエーイ。ちょっと待って、ちょっと待って、うーん、オッケーオッケー、オプション、オプション、よし、能力強化できます。能力強化しないと今、あ、そうだよ、そうだよ、所持品も。そうですね、そう、せっかくお守りをもらったんですよ、前回ね、セーブデータで。あれ、これは ありますね。あったあった、これもらいました。防御力1、スズメの涙な感じがしますが、あ、瀕死になった時に火力が強くなるんだ。オッケー。ん？そこじゃないんだよね。オッケー。はい。あー、武器は特になし、装備もできるものは特になし。トルクはできますよ。だね。どれにしようかな。これもサイリンさん判断で。あげてください。そうだね。とりあえず攻撃、体力と攻撃力、攻撃力アップかな。まあそこを最初選べない。あ、選べないか、あの、そうだね、この黄色ね。ここは選べない。選べない。一番上のとこしか選べない。そこしか選べない。最大体力アップ。ああ、どうしよう。技もありますからね、技も。そうだそうだよね。あ、これどうだろう。これどうですか、技をあげますか。あげます。はい、じゃあお願いします。走って三角ね、これ結構使った気がするんだよな。うん、これあと1、はい、できるね。できますね。これはバトルスタイル、あ、これはいいや。でもさっきのチンピラスタイルを開けたから、成功するとヒートゲージがたまる。これにしよっかな、うん、あ、これぐらいですか、ね、今できる、うん、はい、今ね、能力強化できるのこれぐらいかな、はい、不安だな、トリッキーなマジマの兄さん。そうですね、うーん、どうしようどうしよう。とにかく、あ、チンピラスタイルに変えなきゃね。で、お、さっき使った技。あ、くそくそ、マジでやばい、どうしよう。やばいやばい、ちょい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 、強いよ、ノーマルノーマル強いよ。これ一番最初はノーマルがいいですもんね。そう、ノーマルじゃないとダメなの、私が許されない。どうせ強くなるからさ、あの、鍛えてさ。そう、あー、くそ、マジか、どうしようどうしよう、よし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 、マジマジマジ、ダメダメ、ルル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 ル、お、早いよ早い、ちょ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 、刀やばい、底力湧いたぞ。ちょっと待ってちょっと待って、ちょっとじゃあ、スウェイスウェイしてスウェイして、ああ、いや、危ないですよ、今相当危ないですよ。あー、おー、うん、こうやってんじゃない。あー、もうちょっとしかないですね。嘘でしょ、こんな強いの。いやー、うわい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 、まあここは死んでも大丈夫なんで。あ、そういうところなんだ。兄さん強いよ。サイリンさんのいつもの投げて三角っていうのはなかなか、うん、繰り出せなかった、この兄さんの前では。これで分かってやろう、自分がこの10年でどんだけ鈍ってしまう。分かった、すごいよく分かった。馬力もない、テクニックもない、どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ、それが今のお前や。そうか、
言われちゃいましたね。生き残れるほど。しょうがない。もう兄さんが言うことは最もです。これは。そうだね。強化しないとね。せやけど、変わっとらんもんが一つだけある。お。その目や。何？え？お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの町を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻してみるや。分かった。俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。ほな期待しとるで、キリュウちゃん。強かったですね。ショックだった。強かった。初めてアモンと戦った時ぐらいの衝撃だった。今アモン一族、あのサブストーリー全部クリアするとね、出てくる、もうすごい、ものすごく強い人たちがいるの。黒スーツ、黒眼鏡の、でそれを倒すと私は竜が如く終わったって気になるの毎回。能力強化について、そうしたね。これいっぱい強化していこうね。で取り戻しましょう。10年分、堂島の竜スタイルの強化、経験値を使用しても取り戻すことができない。どういうこと？真島五郎との戦いを繰り返し、そのことによって技を取り戻すことができると。で堂島の竜を取り戻せって言ってたから、まあ、真島さんととにかく戦えっていうことなんだね。街に、私強くなるまで戦わないよ。それはもう全然。おい、あんた見かけねえ面だが何してんだ。お前に関係ないだろ。あるんだよ、それが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。そうですね、普通じゃないですね。何探り入れに来たんだ。田村だよね。そうですね、田村ってやつを探してんだ。はあ、田村ってあの情報屋みてえなやつか。さあな、探せばいるんじゃねえのか。そうか、じゃあ用はない。じゃあ、ちょっと待てよ、おっさん。なんで田村探してんだよ。ますます怪しいね。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったら。じゃあ仕方ねえな。ちょっと痛い目にやってもらうぜ。お、戦いですよ。やめとけばいいのに。負けた私が言うって、さっき。このスタイルがセリンさんは一番好きって。そうやっぱ最初に、ゼロの時の最初がチンピラスタイルだったから、ちょっとそれで先に慣れたかな。あと楽しかった。いろんなものでやったけど、なんかラッシュ投げれ、あんま投げた記憶ないし。ラッシュは投げれない、でもね、で壊し屋の方はあのちょっと動きが遅くなるから、闘技場とかでは使ったかな。あの物たくさん使う時とかあったからね。まいった。あんた何者なんだ。知らない方が身のため。お前の方こそ何やってんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、
怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。そうなのか。まあいい。ならお前、この辺の情報屋の一人や二人知ってんだろ。ええ、まあ今この辺で有名な奴は青木って記者だよ。劇場前の広場に今日もいた。わかった。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。はい、じゃあ行きましょう。そうか、10年の間にもう桐生さんのことを知らない地方から出てきたその業界人がいるんだね。え、今どこに向かってたの？もうダメだね。はい、では皆さんピンクの方に行くんですよ。ウェリさんも行きたいところがあったね、さっきは。そうちょっとドンキに寄ろうかなって思って。嘘嘘、もう今 HP って大丈夫なのかな。あ、大丈夫ですよ。 あれは大丈夫なやつなんだね。分かった。へい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 。おい、そこのお前。あ、よし。さっきの技でなんか喧嘩振られることが多いから、そうなった時も誰かと話しちゃって避けるっていうことはよくやりますね。そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。10年長かったですね。お前、俺が無所に入ったの知ってたのか。そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで田村の奴はどこに行っちまったんだ。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなことが。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか。欲しいです。スターダストについて。スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなのか。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。結構新宿のすぐに分かります、ね、あそこの町の玄関みたいなところにあるんだねって思ったよね。はい、じゃあ行くよ。はい、お願いします。そうか。いえ、スターダストですね。そうそう、スターダスト行くよ。今チリ把握するね。私こっちね。そう、マップは大体竜が如くで覚えたから。覚えたんすか。そう、新宿はね。でもところどころ似てるもんね、新宿とこの竜の地図、実際のところ。うん、ゲームの地図ももう把握してると。ある程度は把握してるかな。やっぱ忘れちゃうところもあるけど、うん、でもまだやっぱり覚えてるもんだね。うん、うん、おい、お兄さん。福岡はもう忘れたかもな。
店に何か用があるんですかね。オーナーの和樹に用があるんだ。なんと、どこの組のやつだ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。たげんなよ俺、一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって極道なんだろうが。てめえ何企んであがる。和樹さんに何しよってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。やめんなよこれ。ヤクザって言えば何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえやつだな。うるせえ。俺はこの店命を守るんだ。こういう人キリュウさん嫌いじゃないと思うんだよね。ああ。なんか系統一緒だよね。心の熱さとかま、うん、っすぐなところとか。そうですね。ね。はい、じゃあ戦っていきましょう。うん。お、キリュウさんスタイルです。そう、いや、来いよ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 。おお。うぇい、はい、しゃー、たまったぜ。おお。うん、あげてからのドン。おお、これ好きな。うまい。よっしゃ。で、蹴って蹴って、ガード取って、ガード来いよ来いよ来いよ。よし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 、来いよ来いよ。あ、そこでも挑発効くんですね。そう、ダメな外からでも。本当は押した方がいいんだと思うんだけど。よいしょ、来いよ。よし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 、たまったたまった。うぇーい。で、投げてからのドン。あれ、こればっかりやからね、今からずっと。あーあー、押し忘れたー。あー、かっこ悪い今のー、かっこ悪いよー。あれ絶対決まったらかっこいいやつでしょ。そうですね、リアルタイムなんとかなんとかってやつね。敵がこの色になったら、うんうん、嫌味の技が使えるね。見せ所だったよね、完全にね。おしゃべりめちゃめちゃった。いや、いいんですよ。いいの、うん、はーい。そうだね。くっそー。ユリア、うん、何やってんだお前。すいません、カズキさん、このヤクザが。道島のキリュウさんですか。はぁ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。これいいですね。カズキ、カズキちょっとあのタンク似てるんじゃないの、系統。いや似てないです、全く。なんかあの似てる気、私から見ると似てる気がする。あ、そこまではチャラくないけど。そうなの、すごい嬉しいよ。よかったです。あともう少し仲良くなろう。仲いいじゃないですか。もう少し仲良くなろう。やってこう。